おはようございます。夢人の夢人による、夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェンウェン。上野由良です。よろしくお願いします。はい、ということで、ついに来ましたよ、月末でございます。早いですね。早いですね。6月の29日です。はい、はい、6月の29日はどんな日なんでしょうか。はい、ママセミナの今日は何の日。ビートルズの日。あ、来た来たね、ビートルズ。なんかタイトルにも書いましたね、今日のレッスンにも書いてた気がするんですけれども。わかりやすいですよ。はいはいはい、すごいよね、うん、はい、1966年のこの日、はい、人気絶頂のイギリスのロックグループザ・ビートルズが初来日しました。で、まあ、それで制定されましたが、羽田空港に到着したビートルズを出迎えたのは500人ほどのファンと警備の方たちまで、あのすごいね、限界に行われたので誰一人こう近づいたりとかもなかったそうなんですけれども、翌日から東京日本武道館で3日間、計5回の公演を行ったそうなんですが、学校をサボって駆けつけた高校生ら6520人が警察に補導されたそうです。6500人でやばいな。そう、まあでも怪我人は1人も出なかったっていうので、そんな日がビートルズの日としてされたそうなんです。すごくない？ 6000 人殺されるって。だってさ、その、1966年でしょ、うん、俺まだ生まれてないし、うん、で、その頃ってさ、まだあれなの、カラーテレビじゃなかった。あの、よく見るやつ、白黒のやつやったりすんのよ、うん、で、っていうことはどういうことかっていうと、まだその、なんていうの、発達、いろんなものが発達してないからさ、直に見に行かなきゃ、直に会いに行かなきゃ会えないっていうね、そういう事情もあったはずなんだ。だって俺高校生の時に、うん、あのちょうどさ、ソウルオリンピックかなんかの時にやったの、高校生の時、うん、でそのソウルオリンピックの時に何やってたかって言ったら、うん、美術の先生から借りたこんなちっこいテレビで、うん、あのずーっとオリンピック見てるで、当時がさ、うん、あれ、池谷君とかさ、すごい、うん、あのもてはやされてたので、そう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 、で俺ら一番後ろの方の席でこれ見てんねんけど、うん、あのクラスの女子に、うん、行けたら出てきたね、え、嘘嘘、見せて見せて見せて、うわーって来んねんけど、お前らには見せたらへんとか言いながらこうやってたようなのが俺らの高校時代なんで、うん、この頃そんなことできへんやん。今言ったらスマホで見れたりするんで、うん、絶対ないから、うん、まあそれ集まるしかないよね。そうね、しかも高校生もう一番好きで見てたような世代だから。いや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 、もうそんな、だってなんかアイドルなんてそんなね、うん、なかった頃ですから、はい、もう世界のアイドルですから。そうですね、はい、だそうでございますよ、はい、そしてもう一つ、つくだ煮の日。おお、また渋いの来たはい、日付は佃煮の発祥の地である東京佃島の守り神である住吉神社が創建されたのが1646年、はい、いつだよの6月29日であることから、はい、今日が佃煮の日になりました。まあまあ江戸時代初期ですね、はい、まあ、魚介類、昆布、豆とか牛肉などの種類も多く、不足しがちな栄養素も豊富な佃煮をもっと PR していこうっていうのが設定されているそうでございます。まあ、これね、あの、だから佃煮は東京の佃島が始まりなんだって言うんだけど、うんうん、実はこれ歴史的に言うと、あの、でも大阪の陣に遡るんです。頑張りましょう。そうそうそう。で、元々は大阪にあった佃島っていう場所があったんですよ。ほうほうほう。で、そこの漁師さんたちが、うん、まあ、実は徳川家康に、まあ、味方したと言われてて、うん、で、この人たちが実は佃島に移ってるんですよ、うんうんうん、で、あの、まあ、というか、あの、家康に、あの、もう土地用意してもらって、うん、ほんまはあの、なんか隅田川の川の中洲やったところを埋め立てて島にして、でそこに移り住んで、あの、漁業をやりたいっていうところが あったので、だからもともと実は、大阪ですでにやってたって話を聞いたので、もともとがその漁に出るときに、あの、ちょっと感触で、まあ、ちょっとね、つまんだりとかして、あの、まあ、要はエネルギー源にしたりとかっていうことをやったっていうことなので、まあ、だからもともと大阪なんじゃないみたいな大阪人にはそういうのがあって、でも一説には、京都で生まれてた甘露煮っていう、まあ、まあ要は佃煮みたいですよね、甘露煮が、実は、何
信長がやられた本能寺の変発祥で、実は始まってて、参勤交代の時に、京都を通った人たちが、広めていったんじゃないかとか、諸説あります、ね。まあ、分からないからね、当時のこと。はい、あの、私、江戸時代の人じゃないんで、ね。まあ、そうね。はい、分かってる人は少ないけど、はい、いろんな諸説があるんですね。はい、まあ、そんな佃煮なんでございます。佃煮大好きです、僕。はい、食べることないんですよね。あ、そう。美味しい。お酒と一緒に飲食べると美味しい。当てね。当てとしても最適だし、ご飯のともにもなんですよ。そのままお茶漬けにできるでしょ。確かに万能、万能です。栄養も取れる、はい、いいですね。よし、食べましょう。はい、皆さん佃煮食べてください。ね、夏バテしていくからね、これ。はい、ね、はい、そんな日でございます。はい、それではいきますよ。シネマダンブリということなんですが、はい、今日のシネマダンブリは、またまた来ていただきました。関西宣伝の松村さん、はい、ということで松村さんです。はい、さあ、ゲストなんのか。いや何を言うと思うんですか。はい、さあ松村さん、はい、今日は何をご紹介していただけるんですか。そうですね、以前、はい、まあ、クイーンの、はいはいはい、マーキュリー音楽の紹介に、はいはいはい、前の番組に、はいはい、伺ったことがあるんですが、はい、今回は、はい、おお、ビートルズの日にビートルズの映画の紹介。よう考えてるで。狙ってますね、ちゃんと。よし、狙ってますでしょ。狙ってますね、完璧に。はい、すごいですね。まあ、タイトルがですね、はい、こちらチラシになりますが、はい、ザ・ビートルズの奇跡、リバプールから世界へ。そうですよね、はいはいはい。ということで、先ほどなんかご紹介で、うんうん、まあ、今日が1966年。はいはい、武道館、はい、ビートルが来日した、うん、まあ、要するにビートルズマニアの熱狂的な女の子のファンがおった時代ではなく、はい、そういう大人気になる前のリバプール時代で、はい、あのバンド活動、うんうん、その頃は、ね、シルバービートルズっていう名前でも活躍してるんです、うん、で、あのドイツのハンブルグの方でキャバーンとかいろいろな、はい、あのクラブで演奏していた時代の頃に関わってた人物の証言をまとめた初期のビートルズ。これでもね、そのめっちゃ年じゃないですか。だからね、これね、今年公開なんですけど、はい、制作年が2008年。ああ、もう16年ぐらい前ね。ああ、そうですよね。この映画の中に出てくる、だって生きてはったらもう90ぐらいの人でしょ、多分。だから結構この中に証言されてる方で、だってポール・マッカートニーがもう80超えてるんですよ。だからこの中に出てくる重要、特に中心人物はピート・ベッソ、はいはい、ドラマなんです。おお、アドラマ、はい、これは要するに大体ビートルズです、こちらね、うん、リンゴスター、リンゴスターですよ、はい、だそのリンゴスターの、うん、ドイツのハンブルグ時代ライブ活動してた時にドラムを叩いたのがビートルズ。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、でメジャーデビューすることになって、はい、そうそうそう、首切られた。そうです、リンゴスターに変わってね、今これ有名なんでしょ。で、この方が中心で、初期の頃のビートルズはどうやって自分が一緒にドイツでどういうあの音楽活動を行ってたかっていう。これね、意外とね、でもね、みんな知られてないんですけど、うん、世界の音楽の中心地って本当に古くからドイツなんですよ。そうですね。だから、あの、まあ、それこそね、あの 隣のオーストリアとか、フランスもそうなんですけど、その昔、大昔 そのほらクラシックって言われる音楽も、当然ながらそのドイツとかそのオーストリア、そういうヨーロッパで始まってたりもするんだけど、実はロックにしてもそうだし、持ってたあのヘビーメタルとかって言われるメタルの世界とかも、あの実は世界の中心地はドイツなんですよ。そうなんですよね。だからあのビートルズもあのイギリス出身でリバプールから始まってるんだけど、ドイツでその下積みやってるっていうのは、まあ、そういう理由ですよね。そうね、はい、ドイツがまあ多分そういう音楽のメッカー、そうなんですよ、ということで、でまあ、はい、このピート・ベッソさんは、はい、まだ生きてられる、はい、ギリギリ、ギリギリ、それ以外にあの大体ビートルズからマネージャーっていうやつ、ブライナー、
はい、エプスタインが結構有名ですけど、はい、彼は2代目なんですよ、うん、初代の、はい、リバプールでクラブを経営してた、うんアラン・ウィリアムズ、はい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 、という方が初期の頃のビートルズが、はいはい、どういう感じであったかっていうのに証言、うん、貴重な証言でこの方が亡くなったんですよ。まあ、だからこれが16年前はギリギリ証言取れてるんです。そうです、はい、でもう一人、うん、あの大体何ですかね、レコーディングのプロデューサーで有名なのはジョージ・マーティンが有名なんですけども、うんうん、ラバーソウルの頃まで、うんまあ、ジョージ・マーティンも感じるんですけど、はい、EMI のレコードの、うんこちらはですねノーマン・スミスさん、はいはい、この方が証言されてるんですけど、この方も亡くなってます。まあ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 、そらご高齢でしょう。そらもうね、うん、あの本人たちがだってリバプールでやってた頃ってもうものすごい若いでしょ。そうです。ね、あの二十歳前後そこそことか。そうですね。2016年とか、アラン・ウィリアムさん2016年亡くなられて80何歳です、ね。そうでしょ。はい。でまあこの中にあとアンディ・ホワイトっていう、はい、これもドラマーなんですけど、うん、これは最初はあのラブ・ミー・デューっていう音楽でデビュー、はい、メジャーデビューするんですけど、はい、その時のドラムはリンゴ、ラミルってやつ、ね、そうです、はい、リンゴスターが叩いてますよ、うん、それはあまりにも下手くそやからね、下手くそやから、そうそうそのアンディ・ホワイトっていうセッションミュージシャンがこれ有名な話、ねうん、で代わりに叩いて、その方も証言されてるけど、うん、あの彼はまだご存命です、はい、あはい、そういうなんか貴重な初期の頃のビートルズも、うんうんどういう青春時代を過ごしてたかっていう証言をまとめた作品で、はいまあ、あのビートルズってね、その、うん、なんだろう、やっぱその普遍性の高い作品が多くてですよ、ね、あのやっぱりいつ聴いても新鮮に思えたりとかするし、うん、僕もだから一時めっちゃハマってましたからね、結構だからビートルズのアルバムを聴きながら過ごしてた時期ありますね、うん、だからある意味ではあれですよね、だから、うん1970年に Let It Be を発表して解散です。今考えたら54年前のバンドですか。いやいや、それを未だにあっちゃらこっちゃらで、ね、いやもうだからその年に俺生まれてるからですよ、ね、それ考えたら一体なんじゃろうな。いやいやすごいですよ、だから化け物ですよ、うん、本当にね、こういろんな書籍が出てるか、うん、映画が出てるかって、いやそれはもうだって今の例えば日本人の歌手でじゃあ、60年後ぐらいにその歌残ってますか言うたらほとんど残ってないですからね。なかなか難しいですよね。難しいでしょうね、はい、そういう意味であの貴重な、はい、この作品なので、うんまあ、そんなに長くない、うんうん、もう70分ぐらいかな。これまたあれでしょ、うん、あのだからいわゆるその、イギリスの BBC ですね、 BBC の、 あの要はテレビ番組だったやつを、まあ、映画用にちょっとね、うん直してるやつ形になると思うんですけど、まあ、はい、ぜひぜひあの、まあ、ビートルズ自身は、うんまあ、インタビューとか出てこないんですけど、うんまあ、若い頃 の、はい、あの初期の頃歌ってる、はい演奏してるところの場面は、はい、ところどころ挟まれますので、ぜひ、この公開がですね、はい、7月5日金曜日から、はい、これは結構やりますよ、はい、アンバーパークスシム、ムービックスさん、はい、あ今は名前変わったかな、テアトル梅田、ああテアトル梅田、ね、テアトル梅田はあれでしょう、あれやシネリーブル梅田がテアトルの名前だったんですよ、名前が変わったんですね、はい、でからシネリーブル神戸、あ、はい、でアップリンクテアトル梅田、はいはい、で公開になりますので、これねあのとあるあの劇場さんに一回聞いたことあるんですけど、あの最近は、うん音楽ドキュメンタリーが割と人入るって言ってました、ね、あそうでしょう、ね、うん、あの劇映画より音楽ドキュメンタリーの方が人入るんですって言われて、うん、頑張りますって思わせました、はい、まあそういう感じで、はい全国一斉で、はい、結構これも関数広げて、いやーねー、はいぜひとも、はいよろしくお願いいたします、はい、ということで今日はですね、ビートルズ、もう一回言いましょうか、うん、ザ・ビートルズの奇跡、うん、リバプールから世界へ、はい世界へ飛び出す前の、
はい、ビートルズについてのドキュメンタリーでございます、はい、ぜひご覧ください。ありがとうございました、はい、ということで次いきますよ、中之島映画祭情報、中之島映画祭企画長の西蔵野さん。えらい、なんか、まあ、年齢あんまり変われへんかもしれんけど、あのおっさんが入れ替わりました。ということで、はい、中之島映画祭情報なんですけども、はい、今日はどんな、今日はですね、はい、あの中之島映画祭に来られてる観客についてちょっといろいろ話していけたらなと思ってます、ね、これ中之島映画祭ってもともとだからその自主映画をね、はい、あのできるだけ一般の人に見てほしいなということで始まったというか、まあ、それがそうです、ね、まあ、ちょっと今目的になってるところなんですけど、はい、それの観客のあれが変わってきてるんですかね。そうですね、まずその、まあ、必ずアンケートを取ってるんですけども、はい、あのまず最初に聞くのは、うん、自主映画を見たことありますか、そうですね、ないですか、はいはいはい、いうので聞いてるんです、うん、でそれが、うん、また今年のはね、またちょっと集計 中ね、はい、もうすごい人数ですよ、今年何人ですよ、4116人、ね、はい、変態です、はい、でそれでやりますと、うん、例えば20回の時はですね、うん、見たことがないっていう人が 48%、うん、約半分、約半分です。で見たことある人が 42% ぐらいですね。まあまあいます、ね。はい、まあまあいるんですよ。うん、でそれが見たことない人が 48.9%、うん、次の年ですね。はい、であるが39.8%、おお下がってるよ。うん、というのはね、大体、やっぱり見たことがない人が半分ぐらい、うん、毎年半分ぐらいいてはる、うん、でその半分ぐらいの人が初めて実写映画に接して、うん、で面白いなって思ってもらって、うん、また翌年も来てもらったりとかしてるっていうのが、まあ、僕らあこれでいいのかなと思ってるんですけど、ただもうどん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 今ちょっとあの集計してますけど、22回の方ではかなりまた見たことある人が増えてるんですよ。まだ最終結果出てないんですけども、あの増えてきてるなっていうのが、あちょっと僕らやってることはあの少しは社会的に広がっていってるのかななんて、まあ、うぬぼれてはいるんですけども、すいません、あのすごいツッコミ、はい、あのすごい気になるんだけど、うん、約 50% が見てますよ、で見たことあるのが 36%、 14% どこにいる、それね、無回答っていうのがあるんですよ。あ、無回答ね、あ、なるほどね、無回答がいるんですよ、何も書いてない、ね、あの、そう、あの、その施設もに関して回答してくれてない人もいるので、無回答っていうのがそれが、なるほど、なるほど、はいはい、でね、ね、これ年齢的なことなんですけども、はい、あの結構ね、去年なんかは若い人がほんと少なくて、なるほど、あの30代以下で 17% しかいなかったんですよね、うん、でほとんどがね、あの40代、50代、60代、はい、これが 60% もいて、はいはい、まあまあ大体あれなんですよ、その何中之島映画祭っていうても、これ中之島祭りの一環なんで、あの来られる方って大体中之島祭りで暑い日にやってたりするから、ちょっと涼みたいなって入ってくるおじいおばあが多いんですよ。そう、多いんです、うん、多いんです。だから映画祭を目的で来てるというよりは、うん、涼みに入っとるんですよ、はいはい、だからこそね、見たことない人に見てもらえるっていう風になってる、うん、でもちろんあの見たことある人も、うん、それまあ固定ファンもいるなっていう人も、うんうん、あの来ていただいてるので、うん、それが徐々に増えていってくれてるっていう風に思ってます。でただね、もうちょっと若い人にも見てもらいたいなっていうのを、うん、どないしたらやったらいいかなと思ってすごく悩んでるところなんですけど、でも今年ね、僕行った時ね、僕取材行ったでしょ、うん、行った時結構びっくりしたのがね、あのちっちゃいお子様連れの家族がすごい増えてて、はいはい、だいたい20代30代ぐらいの若い夫婦ご夫婦が、うん、あの何ベビーカーをそのまま入れてきて、うんうん、そう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 、まああの進んだはんのかなっていうのもあるねんけど、いやあのそれも俺もね、まあ途中ですけども、うん、あの増えてきてるなっていうのは、あそうですよね、若い世代の、はい、ありますよね、はい、で高校生大学生もちょっと増えたかな、うん、はい、
だからまあこの調子で見てもらって、ただもうちょっと若い人にアプローチしていく方法をもっともっと考えていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、一つ言えるのはそのなんていうんですか、今ほらもうアプリで簡単に動画作れちゃったり、はいはいはい、まあ、動画制作をやってる若い子って結構多いよ、ね、制作というか、まあ、あの簡単なアプリ、簡単にアプリでちょっと面白い動画作るみたいなのをやってる子すごく多くて、だからその延長線としての、まあ、作品みたいなのがに対する憧れみたいなの持ってもらえるとね、そうですね、すごいね、面白いなと思うんですよ。やっぱりあの映像に関しての関心は絶対増えてると思うので、社会的に、あのただどん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 こうやって見てくれる人で作ろうという人もどん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 増えていくだろうなとは思ってます、はい、であとね、あのどこから来てるかっていうのも、これちょっとね僕意外やったことだけ、あの、まだあの21回の時なんですけど、まあどこから来てるか、1位は大阪ですよ、ね、大阪ですね、で2位が兵庫ですよ、ね、はい、そうですね、で3位が奈良なんですよね、で4位が東京なんですよ、何人ぐらい来てた、東京で、まあ、言うてもね26名ぐらいなんですけど、 はい、あと神奈川が19人とか、それあれじゃん、政策関係者ちゃう、いやそう、まあ、もうそれもあると思うんですけど、だって政策関係者もアンケート書くでしょ、あ、まあ、まあ書くと思います、うん、でただあの東京に行って働いてるけど、うん、実家に帰ってきてるっていう人もいるだろうなとは思うんですけど、まあ、時間的にね、ゴールデンウィークやからね、はい、だからただあのなんていうのかな、もっと大阪の人に見てほしいなっていう、やっぱ東京の人はね自主映画でもどん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 見ていくなっていうイメージが僕どうしてもあって、まあまあまあ、それはそうですね、あの自主映画をかける映画館みたい、まあ映画館まででかくなくても、あのミニシアター的なところは東京はすごく多いですからね、あのまあ経営は皆さん大変で潰れていったりしてるところもたくさんあるんですけど、でもあの東京だから僕一番思ったのはね、あのほら、あれ、カメラを止めるな、はいはいはい、あれがあの、そうそう、売れた時に、何を羨ましく思ったかっていうと、あれだってほらメジャー行く前に実はミニシアターですごい行列ができたっていう話があるわけですよ、でそれもサッシーがたまたまか何かのあれで見て、で亀止め面白いよって当時ツイッターの X に書いたわけですね、でそれを見た OL さんたちがこぞって行ったっていう話があるね、でまあまあそのサッシーに見てもらったっていうのはすごいなっていうのもあんねんけど、OL さんがね面白いものを求めて行くっていう話なんだ、でそれで OL の大行列ができて、でそれを見た、大手の配給会社が買い取って全国に配給したっていうところがあの亀止めの話なんですよね、だからあの OL さんとかが会社帰りに映画を見るっていう文化が東京にあんまりないんですよ、その下地がなかったらあのヒットはないからね、だからまあそういうことがねやっぱ大阪でもね、そうですね、やっぱり東京でヒットしたからって言って大阪あのやっぱりね、テレビとかいろいろ取材があったりとかして、そういうのがあってやっぱり大阪やっと動き出すなっていうのがどうしてもどうあるので、これでもね、これでもね、あのごめんなさい、もう中之島映画の映画祭の話じゃなくなるかもしれないけど、俺もう常々思ってることが一つあって、日本アカデミー賞に参加できる作品の最低資格何か知ってる？東京の映画館で上映されてること、もうね、だからね、もうその基準がおかしいのよ、まあまあもちろんその基本的にあれは商業映画のものなので、あの自主映画が日本アカデミーに出品されることはないんだけど、ほぼね、でなんだけれども、あの東京の映画館で上映されてなかったら、日本の映画として認められないっていう、この基準自体がもうねおかしいね、映画界本当に、あのいい作品が地方で作られてるし上映されてるんだけど、そういうものを発掘もせずてめえらのところに来るのをあの待ってるっていうかね、そういうことやってるから日本映画がどんどんどん腐っていくんじゃって思わず言いたくなるんですよね、まあだから本当ね、まあもともとね、あの京都とかね、映画のあれもあったし、そうそうそう、やっぱり昔はもう大昔はやっぱ関西が文化の中心だったっていうのもあるんでね、やっぱりその辺は頑張って大阪も関西も頑張
張っていけたらなと。まあまあだから本当にそのなんていうかな、その例えばその全国発信の作品でないとなかなかこう話題にならなかったり、で、あるいはその全国発信のものだからこそ全国的に有名な俳優とか女優とかが使われてるっていうこともあって、そういう作品ばっかりやっぱり目立つじゃないですか。で、顔も知らない名前も知らない役者が出てる作品なんか見る気ないみたいな人もたくさんいたりもするし、でもう一つ言うと大阪人っていうのは割とブランド志向があって、そうなんですよ、そういうの弱いのよ。弱いです、だからそれもあるから余計にその見たこともない聞いたこともないやつの作品なんか見てられるかみたいなところもあるのかなと思ったりするんですけど、でもね、あんまりね、今の若い世代の人ってそういうことこだわらない人も多いよね。いやいや面白かったら見るっていう子たちも結構いますからね。結構予告で見たいなっていうの多いし、ね、むしろそういう新しい発見を見つけて、やるのがすごく嬉しいっていうのもきっとあると思うんですよね。あるはずあります。まあだからこれからもね、まあ、またこれもね、その第22回、のやつの集計が出たらまた話が変わってきてるのかもしれないですけど、ぜひどんどん若い人たちにも映画の楽しさを知ってほしいし、そうですね、やっぱね、こんなちっちゃい画面で見たり、でかくてこれぐらいのタブレットとかね、パソコンで画面がでかい言うても20インチか30インチかぐらいの話やんか。でそんなんじゃなくてやっぱり300インチとか、そうね、大きいそのスクリーンでたくさんの人と一緒に体験するっていう、そう、そうあの時間なんですよ。このシーンで泣くのみたいな、あの驚き、あ、俺なんで感じなかったんだろうみたいな、こういうそのなんていうの、体験をすることによって、その映画体験がたった一人で見るより全然変わったもん。全然変わる、全然変わる。本当に本当に。そういうのをね、やっぱ体験してほしいなってすごく思うんですよね。やっぱり劇場に行ってほしいですね。劇場に行ってほしいです。だってもう劇場映画っていうのは基本的に映画館で見るように作られてるんで、こんなちっちゃい画面で見るように作られてないですからね。はい。まあそこをより楽しむためには映画館でね、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、音響も何もかも違いますから。やっぱでもそういうのをどんどんその大きい映画館で教えてほしいですよね。じゃあそう何も知らない人間からしたら、なんでドラマじゃないんやろみたいな、なんで家で見られへんやろって思っちゃう。やっぱ映画館に行かなあかんのかっていう考えも出ちゃうし、これね、だからね、一つ言えるのは、僕がね、シナリオセンターっていうそのシナリオスクールで学ぶときに、すごい自分自身でも問い続けた問いなんですけど、ドラマと映画って何違うの、ね、でじゃあショートムービー、例えば30分未満の作品っていうのとドラマは何が違うの、ここがね、実は全然違うんですよ。だからそこが分かるか分からないかなんですよね。でただドラマで慣れきった人が映画を見たら驚いたりするし、見方が分かんなかったりとかする部分も確かにあるのは事実なんですけど、でもね、僕日本人の感じる力っていうのを強くするためにはもっと映画見ないといけないと思ってるんですよね。なんかね、言葉で分かりやすく伝えることだけが伝えるということではなく、画面から伝わってくるものをどう感じるかっていうことが映画の楽しみ方だったりするので、まあ、ここのところはね、難しいところなんですけどね、そんなやり方ばっかり押し付けんなよって言われるかもしれないし、でも聞かないと知らない。いや、そうごく一般人からすると映像に関わってないと全然知らないから、ずっとそうなんやでしかやっぱ感じてないからだからやっぱそういう人たちがいっぱいいるから、やっぱドラマはね、基本ながらなんですよ、見るのが。でも映画はめっちゃ集中して見ますから。まあ確かにそれもあるし、だからでもちゃんと引き付けるものを持たなきゃいけないっていうのも映画もドラマの難しさでもあると思うし、まあ、どっちもどっちよなって思うし、映画見に行かないと見れないっていうのもあるから、やっぱ足を運んだ人しか知らないとかもあるし、まあ、だからね、僕らの感覚上ね、こう、まあ、イミジ君もこの、2対1の状態になってるのがすごくありがたいなって逆に思うんだけど、そうなんですよ、行かなきゃいけないんですよ。でも僕ら昔その映画を見に行ってたのは、小学生の時から映画を自分の足で見に行ったりとかしてたけど、その時に何を思ってたかっていうと、映画館に行かないと見れないから価値があるって思ってた。だからこの時間にしかあれやってへんから、その時間に行かなあかんっていうことが価値だと。でも今は
それがあの枷になってるっていう、いうことなんだけど、でも僕らはやっぱり映画館で見た方が絶対迫力あるし、絶対迫力間違いない、うん、あの面白かったので、ね、昔僕アニメとか昔から大好きなんですけど、あるアニメ の, あの、初回放送前のイベントみたいなのがあって、うん、で僕行ったんですよあの、南御堂会館かなんかで見に行ったんですよ。ほんだらね、びっくりしたのがテレビ画面のやつをそのままスクリーンにしてるんですよ、はいはい、あの線がものすごく太いの、うん、テレビ用のやつやから、うん、だからあのなんて輪郭線とかあるやん、うんうん、あれがもう全部太いんや、うんうん、え、何これ気持ち悪いと思って見てでもテレビで見たら普通、うん、だからテレビサイズのやつとやっぱりスクリーンサイズで見るっていうのはそれぐらい違いがあって、うん、画質も何もやっぱ全然違うんやなってすごい思うんですよね。まあ、その辺の体験やっぱり行かないと分かんないし、まあこれをね行くっていう行為がなんかその縛られてると思っちゃうと、もうそこはもう行かないっていうことになっちゃうから、そうなんか今ってもうみんな働きすぎやし、見に行く時間を今って多分作らないといけないって、私もそうやけど、いつ行けんねやろって行きたいのにタイミングが合わないとか、それこそ映画館も朝昼夕方夜って4本とかやってるけど、大きい普通のね、でも自分の生活リズムで見たい時間にないとか、まあまあ、あるそういうのも出てくると、うん、見たいのに見れないとかも出てくるし、今なんかねシネコやから、特にねシネコの場合はあの朝やってる作品、昼やってる作品、夜やってる作品、3回転ぐらい同じスクリーンで変えるからね、うん、だからあの俺なんかもうゴジラマイナス 1.0 とか見たいのに見たい時間にやってへんから、俺も見てるんですよ、まだ見てる。あ、そうだ。だからまあまあアマプラでそのうちにいるけど、でもそういう話になっちゃうんですよ。そう、だからなかなか見たいのに見れないのも現実やし、まあ、あるあるある、それはもうすごく気持ちはよくわかる、うん、だからね、こう気軽に行けるようになりたいし、なんかなれ、なんかね、そういう感じできたらいいなと。いっぱい増えてきてて、うん、作品が増えてきてるっていうのもあって、そうすると映画館でかかってる期間がめっちゃ短かったりするんですよね、そうそうそう、あ、見逃したっていうのがすごくあったりして、すげえ残念な、いつの間にか始まっていつの間にか終わっちゃうんですよね。まあまあ、我々自主制作の人たちは映画館でかかっても1週間が命やったりとかするんでね、この1週間でなんとか来てって言ったら、いやーその週忙しいねんって答えられたりとかすると、もうね、ああ終わったみたいな話になっちゃうね。結構しかも直前の告知が多かったりするから、ね、いや直前まで決まらへん、そうだから余計にですよね、決まらへん、大きいのでもミニシアターほど直前まで決めへん、来年の4月とか言われたら分かるのにいやでも絶対それ忘れてるから、忘れてるね、大体忘れてるけどね、2ヶ月とか前やったらいけるんですね、なかなか難しい、まあまあまあ、いろいろあるんだけど、ね、まあでもできれば映画館で見るというのを、ね、体験をたくさんしていただきたいなと思いますね、うん、はい、はいはい、はい、ということで今日は中之島映画祭情報でした、はい、さあじゃあ行きますよ、夢人情報ですということなんですが、はい、今回は、またしても、先週と同じ情報と言いつつ、まあ、ちょっと切り口違うやつでいきたいと思います。また、マテリアルから、ショートムービーフェスのお知らせです、どうぞ。マテリアル担当の大阪美五郎です。堀本愛美です。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はですね7月の13日から15日に開催されるショートムービーフェスの、追加情報でございます。はい、はい、よろしくお願いします。今回は参加作品の紹介をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。瀬川千紗監督の月村26分、はい、岡本隆史監督のあくまであくまです10分と、君と僕の歌30分、はい、宮崎大地監督の春春レインボー38分、山下浩一監督の存在と歌唱34分、長岡俊之監督のオールラブロール26分、冷たい明かり13分、南波の園監督のおとぎねば42分、佐島義明監督のお願いだから唱えてよ17分、恩返し25分、織木浩二監督の日曜日のナイフ18分、マチコの部屋18分、そして日浦昭弘監督の守る42分となっております。はい、ということで、1本の作品と、まあ、2本の作品
はい、そちらの方の、まあ、監督の3監督の作品が1枠という形になってますので、まあ最大6本、6作品見れたりするみたいな感じのところもあるかもしれないと、はい、いうことですね。はい、ということでございますけれども、はい、こんな感じの、内容でございます。今回の参加作品、ぜひ楽しみに来てください。お待ちしてます。お役お待ちしてます。はい、ということでですね、まあ、旧監督の作品の紹介だったんですけど、最大6本見れるかもしれないですね、一枠で、はい、まあ、だいたい45分ぐらいにまとまるんですよ、ね、うん、なんかそういう感じにしてあるので、20分ぐらいの作品はもう1本ついてるみたいな感じになってるみたいですけど、はい、いろんなね、面白い監督もいらっしゃいますけど、岡本隆史監督とかね、非常に関西の、まあ、作品の人ですよ、なんですけど、面白いのを撮ってますからね、今どんどん撮ってますけど、また新作また撮ってあるみたいですけど、はい、ぜひぜひこの辺も見ていただきたいですし、割とね、今回注目監督みたいな人が多いんで、長岡監督なんかね、この間の気まぐれでこちらの一発目の時にね、ご紹介させてもらった長岡監督の作品もね、見れるみたいですし、しかも2本立てみたいですからね、彼ですね、はい、ぜひぜひ、ショートムービーフェス、1個のくくりで1800円って、要は3監督の作品を見れて1800円っていう形なので、安いですよ。いや、だからちょっと聞いてよ。ってことはさ、3等分しても600円ですよ。私600円。だから話なんですよ。はい、まだね、マテリアルも、はい、ちっちゃい、劇場というかシアターなんですけど、20席ぐらいですか、ね、そうですね、でもやっぱりでかい画面で見れますから、やっぱりこんな ね、だからね、150インチぐらいあるんですよね、でしかもお店の壁一面なんですよ、であれはなかなかね、だから狭いからこそその大きさでも大画面に見える、人間ってどうしてもその体感するのと、はいはいはい、実際のサイズって違ったりするんですね、錯覚っていうのがあるから、だからその辺をうまく、利用したというか、しかも小さいからこそ音の周りがすごくいいんで、非常に迫力のある音で聞こえてきたりとかしますから、ぜひその辺ね、はい、含めてその映画体験ね、していただきたい、はいはい、ということで、ショートムービーフェスのお知らせでございました。エンディングでございます。はい、6月終わりですよ。6月終わりですよ、ですし、なんとこの番組、これが10もだからね、3ヶ月です、丸3ヶ月来ました。早いな、丸3ヶ月、間に合う、めっちゃ間に合うんですけど、本当にそらみんなちょっと喋りも慣れてくるね、だいぶマシなんだと思う、みんな慣れてくるね、はいはいいや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 、まあまあまあね、1回目からね、このセットでずっと来てますからね、はい、まあ、レギュラーいや、もうレギュラー、ほぼレギュラー、いや、ほぼとかレギュラー、確かにコーナーがあるから、ずっと来たはるから、そうですね、まあ、どんどんいろんな情報をね、盛り込んでやっていきたいなと思うんですけども、まあ、たまにはね、熱いことも語りますし、いろいろありますけど、はい、また、来月からも来月、次回か、7月6日発表しますよ。何を発表しますね、ということで、皆さん期待しておいてください。今週はこれぐらいで終わっておきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら